それではね、クリスマスにぜひご覧いただきたい、もう一つの映画をご紹介したいと思います。これも確か前々年度作品だったと思いますが、はい、グリーンブックでございます。まあ、これはの、ね、ものすごく話題になりましたし、うん、オスカーも受賞しましたけれども、まあ、ある意味その黒人のね、あの差別の映画ですよね。でそれがなんでクリスマス映画なのかというわけはあの後ほどねお話ししたいと思うんですけれども、どんな内容なのか大輔さんにまたプレスを読んでもらいましょう。はい。1962年アメリカニューヨークの一流ナイトクラブで用心棒を務めるトニーは黒人の天才ピアニストシャーリーの運転手としてスカウトされる。シャーリーはなぜか差別の色濃い南部での演奏ツアーを目論んでいた。二人は黒人用旅行ガイドグリーンブックを頼りに出発するが、はい、グリーンブックというのはだから黒人が泊まってもいい、うん、宿や、うん、使ってもいいレストランってことですよね、うん、はい。それでトニーさんは高級クラブで用心棒として働いてたんですけど、うん、このクラブが改装になってしまいました。本当だったらね休んでる間お給料もらいたいとこですけど、うん、まあもらえないので仕方がなくシャーリーさんの運転手になりました。で、もともとトニーさんは結構人種差別主義者だったんですよ、うんうんうん、でトニーさんはねものすごいあのガサツな人、うんうんうん、用心棒ですからねヘイユーみたいな感じ、うんうん、はい。それでシャーリーさんは、外国の大学を出てて、なんとケネディ大統領の前でもプレイした方で、ものすごい本当に上手なんですよ、うんうん、で2人が車で南部の方に向かいました。でシャーリーさんはタバコ吸いません。トニーさんはプカプカやってます、うん、喧嘩ばっかでございます、うん、でもともとねあんまりやりたくなかった仕事なんですけども、トニーさんはシャーリーさんの演奏を聞いてすっかり見せられてしまうんですよ、うん、彼のねサポートしててよかったと思うようになってきます、はいはい、でもこのシャーリーさん、うん、すごい差別のされ方、もちろん彼だけじゃないですよ、うん、でケネディ大統領の前でも演奏したような人でもこういう差別を受けるのかっていう、どういう差別かと言いますと、うん、まず自分がプレイする例えばその劇場とかホテルのラウンジとかの中でトイレを入ることは許されない、うん、でトイレに行きたいんですけどって言ったら外に行かされるわけですよ、うん、もっとひどい差別もいっぱいあります、うんうんうん、でそういうのを見るに見かねてね、トニーさんは暴れてしまいました、うんうん、で投獄されてしまいました。でもすぐシャーリーさんのおかげで出ることができました。なぜかというとシャーリーさんはケネディ大統領に電話してくれて、そこまでの方なんだけど、うん、差別を受けている。アメリカの闇ですね本当に、うん、それでいろいろなところを回って、クリスマス近くになりました。で、シャーリーさんはトニーさんの奥さんにクリスマスまでには絶対彼をね、うん、あの家族のもとに帰らせますからねっていうか、うん、僕は帰ってきますからねって言ってくれるんですけど、いろいろあってちょっと遅れそうになりました、うん、それででも今から帰ろうっていう時に懸命に運転しているんですけども、トニーさんはとうとう寝てしまいました、うん、でその後ですね、うん、なんとこのシャーリーさんが自分で運転して、うん、クリスマスイブの夜にニューヨークに帰ってくるんですよ。このシーンが素晴らしいんですよ。でしかも皆さんグリーンブック、これは実話に基づいています。はい。それでその後ですね、この二人は親友になって、でそれぞれがちょっとずつ違った日にちで亡くなっていくんですけども、この二人のことをなんとトニーさんの息子さんが映画にしたのがグリーンブックでございます。はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、そんなわけでね、今宵クリスマスの夜琴姫チャンネルは
クリスマスソングエンドシネマウィズサンタクロースさん、平井サンタさんでね、はい、お届けしましたけど、いかがでしたでしょうか。それぞれどれも素晴らしいクリスマス映画なので、きっとあなたの心を満たしてくれると思います。そしてただいまご紹介しましたグリーンブックですけども、ニューヨークに帰ってきたシャーリーさんの運転でその時に流れるこの楽曲がね、素晴らしい曲なんです。今夜はこの曲でお別れしたいと思います。今年もことひめチャンネルを皆さん応援してくださいまして、どうもありがとうございました。来年は今年よりももっともっといい年にしたいと思います。それでは皆様、また来年お会いいたしましょう。琴姫チャンネル、琴姫でした。アシスタントの川島大輔でした。そしてベガエンターテイメント平井浩一でした。サンタクロースさんでした。メリークリスマス。